次は4月28日の2017年4月28日の小テスト問題です。それで問題はどういったか3つありまして、1番目は A=1−12 ですか。で B=1001 ですか。で B の A 方向への直行斜率ですか。でだから公式忘れたっていう人いるか問題が入ったけど、これ A ですね。でこれ B だよね。で W は直行斜辺にしたらこれ TA ですね。で条件何かというと、B-TA、 ここ垂直があるんですからね、 B-TA と A の内積ゼロですね。でこれ AB-T 倍の A 乗になりますね。だからこんなの覚える必要なくて、だから T イコール A の大きさの2乗分の AB です。まあですからW は、A の大きさの2乗分の、AB かける A っていうふうになります。まあ、これだけです。これは公式でして、忘れたって大したことないですね。だから A の大きさの2乗の AB の A ですね。でそうすると1と1、ゼロも合わせて2と2で3でが内積で、1たす1たす1たす4で7ですか。これが答えです。それで